ホセ・フランシスコ・ペラザ・ポロは、ベネズエラのバリナス州バリナス出身のプロ野球選手、ウト右ミギウチ。MLB のニューヨーク・メッツ所属。2010年7月2日にアマチュアフリーエージェントで、アトランタ・ブレイブスと契約して、プロ入り。2011年、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ブレイブスで、プロデビュー。十六試合に出場して打率。八十一。 一本塁打、二十二打点、二十八盗塁を記録した。2012年はまずルーキー級、ガルフコーストリーグブレーブスでプレーし、二十一試合に出場して打率。三百十八、十打点、十盗塁を記録した。七月からは、アパラチアンリーグのルーキー級ダンビルブレーブスでプレーし、三十二試合に出場して打率。二百八十一、一本塁打。 18打点、15盗塁を記録した。2013年は A 級ロームブレイブスでプレーし、114試合に出場して、打率、288、1本塁打、47打点、64盗塁を記録した。2014年は A 級リンチバーグヒルキャッツで開幕を迎え、66試合に出場、打率、342、1本塁打。 27打点、35盗塁の成績を残し、6月4日にカロライナリーグのオールスターゲームに選出された。6月14日に AA 級ミシシッピブレーブスへ昇格。7月にはフューチャーズゲームに出場した。AA 級ミシシッピでは44試合に出場して、打率335、1本塁打、17打点、25盗塁を記録した。 オフの11月19日に、ブレーブスとメジャー契約を結び、40人枠入りした。12月1日には、ブレーブス参加のオールスターチームに選出された。2015年7月30日に、ヘクター・オリベラ、パコ・ロドリゲス、ザカリー・バードとのトレードで、アレックス・ウッド、ジム・ジョンソン、ルイス・アビラン、ブロンソン・アローヨと共にロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。8月10日に、 メジャー初昇格を果たし、同日のワシントンナショナルズ戦で2番2塁手として先発起用された。初安打はジオゴンザレスからの3塁打だった。この年メジャーでは7試合に出場して打率、182、1打点、3盗塁を記録した。2015年12月16日にドジャース、シカゴホワイトソックス、シンシナティレッツの間の三角トレードで、 スコット・シェブラー、ブランドン・ディクソンと共に、レッツへ移籍した。2016年は、内外野のユーティリティで起用され、72試合に出場。打率、324、3本塁打、25打点を記録した。シーズン半分以下の出場試合数ながら、チーム2位となる21盗塁を記録したが、一方で10盗塁士も記録した。 2017年は143試合に出場して、打率、259、5本類が、37打点、23盗塁を記録した。2018年は157試合に出場して打率、288,14本類五58打点、23盗塁を記録した。2019年は141試合に出場して、打率、239、 6本類三33打点、7盗塁を記録した。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2019年12月13日に、ボストンレッドソックスと1年300万ドルの契約を結んだ。2020年10月28日に、マイナー契約となり、同日に自由契約となった。2020年11月4日に、ニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。 2021年4月10日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。